こんにちは、みせみだ。今日は何をするかって言ったら、ラーメン給油をしていきたいと思います。イエーイ。なんだかんだ久しぶりです。マジで、ほんと言いたい。久しぶりにまたヘルペスが来たんよ、あいつマジヘルペス席。でけん、もう2週間ぐらいやんぞって、動画撮れんくて、でもストック、韓国で撮った動画があったけん、それをちょいちょい出しながら、YouTube は止めずにやっていきよったんやけど、もうほんとにその間にいろんなことがありました。でもね、ヘルペスあったらほんと吸引もできんし、話すときもめっちゃ神経使うわけ。もうやっと綺麗に。ちょっと後残ってるけど、マジでヘルペスできたことある人とかやったら分かると思うんだけど、マジで嫌なんよ。で、分かるんよ、なんかヘルペス来る前って、あ、来るなっていう感覚がなんか、もう二度と感じたくない、あの感じ、なんか来るな、みたいな。で、来たんよ、今回も。なんか、あ、来るな、みたいな。もう急いで薬塗ったんやけど、もうできて、うわーっと思って、治りかけの時にもう一個できて、みたいな。あれってさ、どんどん移っていくけん、どれだけそこのちっちゃい場で終わらすかっていうのが勝負なんやけど、まあでもそんな大きい仕事とか、まあ、大きい仕事っていうかなんていう、まあ、引きこもりやけん、別に予定なかったけん、なんもなかったけど、いやもう本当に語りたいことあったよっていうことで、今日好きなだけ語らしながら吸引がメインでいきたいと思います。見ていこうか。ヒュー。はい、今日食べるラーメンはおじいもちゃんぽんでございます。こちら私がすごいおすすめするラーメンなんですけど、スーパーで見つけて、私3袋食べたいんやけど2しかなかったけん、のぐりがあったけん、家にのぐりの麺を混ぜて、まあ、意地でも3袋吸引したいという。このラーメンはこうおじいよっていうのがイカっていう意味なんやけど、それぐらい海鮮の味が強くてめっちゃ美味しいラーメン。日本では味わうことのできないラーメンなんですけど、ちょっと麺似とるっちゃ似とんよね。似てない？こっちがのぐりでこっちがおじいよなんやけど、そこまでして3袋食いたいかっていう。食べたいです。お湯沸きの時が一番嫌い。パッてやったらすぐ分けれるとかないかな。ちょっとやってみる。みんないい？いくよ。はい、できました。まずはのぐりの麺と、のぐりはこの麺だけ入れる。こののぐりの粉たちは絶対入れません。入れたら多分味分けわからんことになるけど。もう久しぶりにこうやってなんかと違うラーメンとラーメンを合わせるっていうのなんかやったら、ジャパグリ食べたくなるね。ふかふかです。ふか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 ふがもらへどなんないや泣くにゃネガティブしっぽあいものにんじん。いや、このパジャマ可愛くない？韓国で買ったおぎょんどどみたいな。意味どっかの村の魚。美味しそう、久しぶり。これてか明日シャイニーのライブ行くんやって、めっちゃ楽しみ。でそれがそれでもう寝れんくて興奮して、今の時刻は4時49分でございます。なんかちょっと早めの朝ごはんみたいな。夜食で太るってなんか負担に思ってご飯食べれんとかいう人はちょっと考え方変えてみて。あ、これってアメリカとかだったら朝ごはんじゃねみたいな。あれ、これってなんかハワイとかだったらまだランチタイムじゃねみたいな。そういう考え方を少し変えるだけで体は太るか太らないかね、変わってきますから。完成。めっちゃいい感じです。やばい、麺が重い。いい感じ。やば。はい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 、できました。あっつ、じゃん、完成しました。早速ね、吸引していきたいんですけど、コーラ失礼します。やばい、パッと見全然麺の違い分からんぐらい。こんな感じで麺がめっちゃ大量。いただきまーす。おー、麺が長っ。おー、いい匂いしてますね。いやー、おじんおちゃんぽんの海の匂いみたいな。めっちゃ海、ここ海かなっていうぐらい。いただきます。おいしい。
マッシスすぎる。ちょっとマジ美味しい。のぐりの麺が浮くとか全然ない。マジで美味しい。ずっしり。おお、これは贅沢な。これはもうシャイにもびっくり。あ、てか明日ライブ顔パンパンになるけど、まあでも私が顔パンパンでいったところでシャイニーのメンバーに伝わることはないので大丈夫なんですけど、あの参戦前の吸引ということで、参戦前吸引見届けてください。スープ、今回マジめっちゃうまいこと作れたわ。あー、いいね、めっちゃいい感じの辛さ。魚身、海鮮味がめっちゃいい感じ。てかこの間の動画見てくださっとる方やったら知ってると思うけどさ、空港でテミンとキーに会ったやんか。で明日のライブに向けてさっきもずっと PV をランダムで流しながら、あこの曲ねみたいな、 Don't call me, don't call me とか。私一番好きな曲がヌナノムヤッポーなんや。飛行機乗るときは絶対ヌナノムヤッポーを聴くってルーティーンがあって、それを生で聴けるということですごい楽しみ。てか聞いて、ちょっとお皿一回置かせてもらっていいですか。ちょっと皆さん聞いてください。本当私でもこれめっちゃ早く話したかった。なんと推しに認知されました。いやー、内容もびっくり。でその推しが誰かっていうと、なんと木村ここみさんです。ありがとうございます。ここみさん、カムサンニーダー、 Thank you、 コモンテュータペー、ありがとうございます。本当に、いやもう本当にやばくて、この間さ私がキムタクに会いましたっていう動画を上げたやんか、それをなんと本人が見てくれたらしくて、もうなんか嬉しいし美味しいし、もう今感情が大変なことになってる。いやまずそれをなんで分かったかって言ったらね、この間工藤静香さんのライブに行かせていただいて、ということで私の愛する瓜拓也と木村家に会いましたよっていう動画を YouTube 上げたんで、私次の日韓国だったけん韓国行ってカフェでこうやって携帯いじり寄って、で工藤静香さんのライブ行きましたっていうストーリー上げて、で何時間後にえ誰が見たんかなと思ってこうやって適当にパッて見たんよ。ほしたらね、その工藤静香さんのライブ行きましたっていうところにここみさんがいいにしてくれとって、インスタに閲覧者観覧者のとこにここみっておるわけ。ってなって、で私もうマジで韓国よ、韓国のど真ん中のめっちゃ広いカフェでえっって言ってしまって、一人でで周りめっちゃ見てくるわけ。いやでもパッて見られてもどうでもいいぐらいえっってなって、でもう一回時間置いてえっって言ってえっって本当にもうリアル 3A ぐらいいただいてえっってなって、そしたら次のストーリーとかも全部見てくれとって、でいいねもしてくれとってえっってなって、いや本当にええなんよ、えってなって、でどうしていいか分からんけど、とりあえずホテルにおるママに電話して、やばいみたいな、えここみがインスタいいねしてきたんやけどみたいな、でママもえみたいな、親子でえみたいな、で震え出してえどうしたらいいみたいな、今でもちょっと話しながら汗かいてきたんやけど、えこれ間違いじゃないよねみたいな、えどういうことみたいな、でもさ私のインスタ見てくれていいね押してるってことは私の YouTube 見てくれたんかなみたいな、あなたも見てくれたんかなみたいな。でもさ私マジあの動画マジで興奮しすぎとるし、まさか本人に届くと思ってないわけで、思いっきりもういつもの調子で瓜拓也とかここみとかこうきとかめっちゃ失礼な呼び方してるわけ。いやでもさ本人に届くわけないと思っとるやん。これでねやばってなって、なんでみたいな感じで、私のストーリーにいいねしてくれとるっていうストーリーをまた上げたわけ。そしたらまたそのストーリーにいいねしてくれたわけ、ここみさんが、みたいな、やばいよやばいやんってなって、もう私も韓国おるけど脳みそはもう木村家みたいな、もう本当にね木村家に脳みそがめっちゃ侵略されとって、やばいやばいってなって、これでさもうその日えここみさんがストーリー見てくれよるって感じたら、もうストーリーあげるのが怖くて、怖いというか何あげていいかわからんくて、韓国おるのに、まあ、とりあえずなんか韓国イエーイっていう写真をあげたらまたストーリー見てくれとるわけ、やばいみたいな。で日本帰ってきて
で、うちに最近犬が増えたんですよ、もう一匹。で、その犬の名前を工藤静香さんの静香っていうのを取って、しーちゃんで静香っていう名前にしたわけですよ。で、それをなんか犬家族迎えましたみたいな、名前は静香にしましたっていうところのフィードにもいいねしてくれたよ、ここみさんが。やばい、うちの静香ココミさんに認知されてると思って、で、なんかファンの、私のファンの方からも、え、ココミちゃんがフィードインにしてくれてますよみたいな、で、DM とかうわーってきて、やばいやばいみたいな。いや、でも本当にやばってなって、で、この間普通に夜中お菓子食べよったわけ。だからココミさんがインスタライブ始まったね。で、見ようと思ってインスタライブ見よったら、私の話してくれて、キュンキュンはびっくりよ。いや、びっくりしたよね、ほんと。インスタライブ聞きよったらいきなり私の話始めてくれて。で、なんで私を知ったかっていう話になって、実は親友さんとご飯に行ったんだって。だからその親友さんが私がキムタクに会えましたっていう動画を見てくれとったらしくて、それをココミさんに伝えて、なんかこんなこと話しよったよ、みたいな。で、ココミさんはへーってなって、それを家帰って YouTube を見てくれたらしくて、やばくない？やばくない？だけどさ、あの動画が多分今視聴回数が10万ぐらいやけん、10万分の1がココミさんなんですよ。もう本当にありがとうございます。あの動画が本人に届くとも思ってないし、もうそっから数日どこ行ってもいろんな人に、みそちゃん、ココミちゃんやばいね、みたいな。ココミちゃんいいね来たんだろうみたいな。本当にいろんなとこでお祝いしてもらって、結婚したんだろうっていうぐらい、それぐらい、あの、おめでとうっていうぐらい、今でも信じれんぐらい、本当にマジで嬉しくて、そのことをココミさんに伝えてくれた親友さんにもありがとうって言いたいし、私なんかの動画見てくれたココミさんにもありがとうって言いたいし、本当にマジでありがとうございます。最近マジでいいことありすぎて、これその木村家に会ったわけ。で、次の日空港でテミンさんに遭遇したわけ。ほんで日本帰ってきて、で、すぐ日本から愛媛に帰ったんやけど、で、その愛媛帰る時も空港でめっちゃ有名な俳優さんに会ったわけ。え、なんでおるみたいな。普通にアイスクリーム食べよって、え、なんでおるみたいな。ママに言った、え、なんでおるみたいな。やばーみたいな。やばーって言って、で、まだ東京帰ってきましたって言って、で、この間セリーヌにお買い物行ったら、マジで国民代表的女優さんみたいな人持ったわけ。え、なんでおるみたいな。私最近ちょっと遭遇率エグいかもっていうぐらいやばくて。で、私が多分めっちゃ人を見よるっていうのもあると思う。まあ、田舎者のね、特徴よね。セリーヌで会った女優さんの時は、びっくりしすぎて、セリーヌの店員さんに、え、なんでおるんですかって言ってしまって。いや、びっくりして。そしたら、あ、なんかうちのお客さんなんですって言って、すっごーと思って。やっぱなんか芸能人さんってほんと比率がおかしいよね。顔と体の比率がおかしい。みんな顔ちっちゃくて体が長いみたいな比率が素晴らしいと思います。なんか韓国アイドルとかやったらさ、特に SM はやばいみたいな、顔みんなちっちゃいみたいな言うやん。でもさ、ほんと私ライズやばい、もうウォンビンやばい。そしたらみんながね、みそちゃんみたいな、ライズの対面イベントサイン会かなんか行かんのんですかみたいな。いや、私さ、そういう対面イベント NG なんよね、わかる。いや、なんか恥ずかしくていけん。多分ライズ側は私なんかを何とも思わんと思うけど、わかるかな。なんか、いや、もうなんか私なんか見なくていいですみたいな、1対1無理。なんかもう遠くから、なんて言うだろう、遠くからじゃないけど、まあ、言うたらコンサートの隕石で一方的にこっちが見つめるとかやったらいいけど、ビデオ通話とかも一切無理やし、そういう対面イベント系とかマジで無理、恥ずかしいよ。ね、遠くで見つめるぐらいがちょうどいいかもしれない。SM タウンとか行きたいな。でも SM タウン倍率えぐない？
行けたことないんやけど。 YG ファミリーのコンサートとか行きたかったなってめっちゃ思う。あの時の YG ってマジで伝説だと思う。21もおったし、ビッグバンもおったし。でもブラックピンクどうなるんだろうね。なんかもうほぼ退社確定みたいな。ロゼだけが YG 残って、他はなんか個人の事務所建てたり、リサさんも違うビッグなところ行くみたいな。まあでも別に事務所変わってもいいけど、ブラックピンクだけは解散せんといてほしいなって思う。でもなんか YG のアーティストってなんかやっぱなんか他の事務所とは違うよね。伝説感ない。なんか21とかもさ、マジで YG は何があるか分からんけ、押せる時に押しとかなって本当につくづく学んだ。ブラックピンクのこの間のさ、ソウルコンサートのさ、そのファイナル、もうみんなさ めっちゃ泣きよるしさ、リサなんかいきなりなんか手紙みたいな用意しだして、手紙とか読み出してやん。なんかそんな見たら、え、もう最後なんかなみたいな。マジで解散せんといてほしい。ごちそうさまでした。